はい、どうも、ホルンです。今回の雑学は、軽トラを200円以下で借りることができる超お得な方法。はい、例えばね、家具やタンス、ソファなどを少し移動したいときに必要になってくるのが軽トラックです。普通にレンタルすれば5000円以上は取られますが、200円以下で借りる方法があります。まずホームセンターに行きます。そして長い商品を買う。200円以下の商品といえば、木材くらいですね。それを購入して、この木を自宅まで運ぶので、軽トラを貸してくれと言うんです。そうしたら、貸してくれるので、それを利用すれば、格安で軽トラを借りて、利用することができます。だいたいね、1時間ぐらいが、貸し出しできる目安となってますが、少々ね、遅れても、適当にね、理由言えば大丈夫と。大丈夫です。はい。ぜひ。